一つ宿題、これは絶対誰でもできるから言うぞ。最初ちょっとまあ難しい人もいけるかもしれない。はい、スクールからの宿題これです。書いておいてください。明朗なっていうのは言い方変えると明るくて元気な挨拶のことです。明るく笑顔で元気に、しかも相手よりも先に挨拶しましょうっていうのがスクールの宿題です。明日から毎日家でもお父さんお母さんに先おはようって先越されたらあかんからな。いや、先の時計や、起きた瞬間に、例えば2階で寝ててもう1階でお父さんお母さん起きてたら、起きた瞬間下の お父さんお母さん聞こえる声でおはようって言ったら勝ちやから、起きた瞬間それでもいいし。これ宿題ね、こんなんあかんで、おはよう、逆に暗くなるから受け取る方、え、どうしたんどうしたんどうしたんってなるから。で、これは誰に対してもね、家で起きてまず最初に会うのが兄弟かもせえへんし、弟とかお兄ちゃんと普段あんま喋れへんけど挨拶だけはしっかりとやる。で、下降りてって朝飯食う前にお父さんもお母さんに顔合わせたらおはよう。で、学校行って学校通学でまず会う友達に、あいつ来た来た、今日も来た今日も来た今日も来た、おはようってさっき言う。学校へ着いて先生にまた先会ったら、さっき先生よりも挨拶先する。そういうのをもう自動でできるようにしてください。そしたらどん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 、あ、この子元気だな、素晴らしいなって思われたり思ってくれたり、お父さんお母さんなんかは、あ、今日もこの子元気だな、私も頑張らなって思ったり、そうやって自分がこういう風にしっかりと毎日やることによって周りの人にもすっごい好影響が生まれてきます。いいですか、自分がやるだけじゃなくて周りも巻き込みながら作っていくことによってチームが強くなっていきますので、このスクールに通っている人はこれを徹底してください。 OK ですか。はい、はい、そしたら挨拶します。明朗な挨拶でいきます。立ちましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。